川端です。よろしくお願いします。今回はですね、直角三角形の中に正方形が入り込んでいるというね、問題をね、解説していきたいというふうに思います。解き方ね、2通りでやっていきます。まずはこの図を見てですね、やっぱりですね、すぐ相似に気づいてほしいですね。例えば三角形 ADE と三角形 ABC、これが相似になっているの分かりますか？ ADE と ABC ですね。各 AD が90度で等しくて、また各 A が共通って考えれば、この2つの三角形は相似だということが言えますね。まあ、ちなみにここを丸、ここをバスとすると、今、ここの直角三角形 ABC において、相似なので、ここはもちろんバス。まあ、もちろんこことここ平行だから、同位角等しいって考えてもいいです。で、バツで、ここが90度なので、今、丸とバツ足したら、90度ですね。したがって、ここバツだったら、ここも丸になります。なので、ちなみに、この三角形ね、EFC も相似になります。なので、それを使って解くこともできるんですけど、今回は AD と ABC の相似に注目していきます。で、ここでですね、正方形の一辺の長さを求めなさいって言っているので、ここ求めたいなっていうことで、わからないものを X と置くということで、これを X と置いてしまいます。で、ここで X と置く狙いとしてはですね、もちろん、わかんないから X と置くっていうのもそうなんですけれども、正方形と言われているので、他の長さも X と表現することができるわけですね。同じ長さが出てきたものを文字で置くっていう点においても、X と置くということですね。同じ長さが出てきたらそれを X と置くと、他の長さも同じ長さも X と表すことができるので、それを使ってなんか解くことができるよというふうになっています。なので同じものが出てきたら文字を置く癖をつけてほしいなというふうに思います。で、そしたらですね、 AD の長さ、これは 3-X になりますよね。ここで相似比で解くことができますね。つまり三角形 ADE の AD、 丸から90度の長さ 3-X、 これと対応するのが三角形 ABC の AB3 イコール三角形 ADE の X と対応するのが三角形 ABC の BC である4ということで、ここで比例式を作ることができて、あとは外側と内側かけたもの等しいと式立てて、4-3x=3x12-4x=3x=12÷7x=7/12という具合に出すことができるわけですね。はい。で、もう一つ違うやり方なんですけれども、相似を注目することは同じですが、まあ、わざわざ x と置かなくても解くことができます。どうやって解くかということなんですけれども、今三角形 ABC とADE が相似なんですね。で、AB と BC の比が3対4ならば、この相似な三角形 AD、この AD と DE の比も3対4ですよね。ということは、今ここ赤丸4って表現したらしているんですが、ここの長さも赤丸4って表現できますよね。したがって AB の長さっていうのは赤丸7になるわけですね。3と4足して7。したがって今求めたいこの赤丸4個分を求めたいわけですが、赤丸7個分が今3で分かってるわけです。したがって赤丸4個分はと言われたら、7が4になる、7分の4倍すればいいですね。したがって、3×7 分の4で7分の12ということで、答えが7分の12と求めることもできます。ということでね、同じ長さだから X と置いて表現して相似を使って解くか、そもそもね、もうここが3対4だから3、4、丸4だったらここ丸4、丸7が3ということで、丸4個分求めてだから7分の4倍、7分の4倍っていう形で一瞬で解くこともできますよということです。はい、以上で解説終わります。では。